中年オタッキーです。買いましたよ、アクロス2。富士フィルムが、一旦ね、モノクロフィルムをやめてたんですけども、ネオパンアクロス2を復活させました。アクロスを復活させて2になった。写りがね、なんかちょっと違うらしいんですけども、で、私まだあの旧アクロスも持っておりまして、もう出さなくていいかで、この2台のカメラでね、取り比べをいたします。こちらがキャノンニュー F1、こちらはキャノン F1 ですけども、あのご覧になればわかるんですけど、同じレンズがついてます。FL50mm の F1.8 の初期、いわゆるね、あの和製ビオタって評判のレンズなんですけども、この同じレンズ、同じシャッタースピード、同じ絞り値で、旧アクロスと新アクロスを、比較しまして、どのような差があるのかと、あの比較的ね、あの精度に、信頼が持てるカメラで、なおかつ同じレンズ、という条件でもこの2台しか思い当たらなかったんで、このカメラでテストしていこうと思います。で、今日はこいつの紹介ですね。はい、ピッカリコニカね、コニカ C35 EF かな、コニカ C35 EF、 コニカ C35 でたくさん種類があるんですけど、今回はねこいつのね、紹介をしてまいります。それでは本編スタートしていきます。はい、ちょっと言い忘れとったんですけども、あのカメラプレゼント今日ね、応募開始ということで、募集要項とかをね、動画のね最後の方でね紹介してまいりますので、最後まで見ていただければと思います。以前からもね告知してます通りに、カメラ2台、プレゼントいたします。こちらがね、ほぼ完璧じゃないかなっていうコンディションの、初代キャノネット、キャノンさんのね、大衆機第1号、ってやつですね。これハードケース付き、じゃあソフトケースなのかな、これケース付き、革ケース付きで送ります。ほんで、もう1台がね、これミノルタのエール、一気に2台ということで、これちょっとおまけ程度なんですけども、レンズキャップがありませんでケースもストラップもないんですけどね、シャッタースピードがね1000分の1まで切れるレンジファインダーということで、レンジファインダーの中では非常に現代的に使える、このカメラもね、あの以前動画で紹介しております。キャノネットと、ミノルタ L どちらもね紹介しておりますので、写りの方はね、あのそちらの動画の方で確認していただくということで、で今日の本題に入ってまいります。このピッカリコニカなんですけどね、ちょっと詳しいデータ調べる時間だから、とにかく忙しいんで、僕はね小学生ぐらいのところに販売になったんじゃないか、だから、40年ぐらい前に発売になったか、井上潤がね宣伝してるのよく覚えてるんですよね。フラッシュ屋さんごめんなさいって言って、これねフラッシュが光る、もう今電池抜いちゃってるんでフラッシュ光らないですけど、基本的にコニカ C35 っていうのは結構たくさんありまして、あのジャーニーコニカ、ピッカリコニカとかね、ジャスピンコニカとか、この手のねコニカ C35 っていうのは全部ねこの同じレンズが入っています。基本的にね、中にはアトムレンズとかもあるんですけど、基本的にはアトムレンズじゃない同じレンズ、コニカヘキサノンのね38mm かな、38mmF2.8 というレンズが入ってまして、このヘキサノンっていう名前のレンズ、全体的に言えることなんですけど、非常にね、シャープでね、あの写りが良いです。で、一応ねここから作例をね、紹介してまいりますんですけども、いつものようにね、ケントメア100、イギリスのケントメア100という白黒フィルムで撮影してまいりました。で今回ねちょっと今見ていただいてるんですけども、フィルム装填して最初の方の写真が
ね、全部死んでるんです。以前の動画でも申し上げたようにね、全部巻き切ったらと思って蓋開けたらまだ負けてなくて、で前半のね、気合い入れて撮ってる写真がね全部消えて、早く撮り切んなきゃってね、間に合わせみたいな写真が残って、うん、微妙だなってことになってるんですけど、まあ写りはね十分わかると思います。でまあご覧の通りね、太陽が入り込むようなシチュエーションでは結構厳しいですね。コントラストが崩れてしまう、フレアでね。ただ、巡航もしくはね、逆光ぐらいの、シーンではね、恐ろしくシャープに描写しています。このカメラなんですけどね、とにかくね、操作がまず簡単です。まあ、巻き上げとシャッターなんですけど、ピント合わせもね、一応しなきゃならないことはしなきゃならないんですけどね、絞りがね、F5.6 以上、になりますと、3メーターより向こうかな、がパンフォーカスになるということで、3メーター以上の被写体は全部ね、上昇点マーク、これな、ファインダーの中にね、人がね、1人、2人、3人、山のマークがあるんですけど、1人、3人マークのとこに合わせると、3メーター以上の、ね、ものには全てピントが合うっていうね、ファンフォーカス、レンズになります。で、露出系の電池が、現在ね、LR44、LR44 を使いましたけど、数値的に全然問題はなかったですね。昔、コニカ C35 の初期のジャーニーコニカとかだったらね、問題が出ることもあるみたいなんですけども、この僕が使った、コニカ C35EF は、LR44 で問題ありませんでした。で、露出系用の電池と、フラッシュ用の電池、ここフラッシュ用の電池ですけど、別々になっておりまして、結構ね、このフラッシュ用の電池が単三電池で、電池が液漏れをしてね、ダメになってるっていうパターンも多いんですけども、こっちのね、LR44 の方が液漏れしてなくてね、こっちは生きてるっていうパターンが 2K と電源があるんで、ジャンク屋さんとかでね、もし見つけてここが液漏れしてるのもね、こっちの電池が動けばね、とりあえず写真は撮れます。フラッシュは使えないんですけどね、まあ、本機のね、最大のね、特徴はな、まあ、フラッシュになるんですけども、で、これが生きててもね、チャージに異常に時間がかかったりするのはね、コンデンサーが死んでるっていうパターンになります。で、コンデンサーはね、この下の蓋を開けるとポンすぐに出てきます。で、コンデンサーの知識があるような人はね、コンデンサーを新品に入れ替えて復活する、こともまあありでしょうけど、僕のはとりあえずね、生きてるんでね、そのまま使いました。で、まあフラッシュ撮影した、写真が全部死んじゃったんで、フラッシュ撮影のね、写真がね、なくなってしまったんですね。まあまあ、もう申し訳ないっていうしかないんですけど、ちょっと、もう一本フィルムをテスト撮影する、気力も予算もありません。申し訳ない。そんなわけでね、コニカ C35、非常に写りはいいですし、安いです、何より。これ、琴屋さんで500円で買ってきたんですけど、多分ね、500円ぐらいでね、ゴロゴロしてると思います。ものすごく売れたカメラになります。で、ちょっとあれ、リンクの承諾を得るのがもうめんどくさかったんで、か時間がないんで、カメラのね、フィルムカメラの使い方をね、たくさん紹介しているね、YouTuber の方がいらっしゃいます。もう名前は言わないんですけどね。その方がやってるブログにね、この興味深い、ね、記事が、非常に興味深いこのカメラの記事が書いてあります。なんか、ダムにね、沈んでいく村をね、おばあちゃんがたくさん写真を撮って、ほんで、写真の書をたくさん撮ったと、という内容でね、ブログをね、アップされております。興味のある方はね、ピッカリコニカ、コニカ C35 の使い方かなんかで検索したら、YouTube 検索したら多分出てくると思うんで、そちらからね、ブログのリンクに飛んで、ブログを読んでいただき、非常にね、興味深い記事が、書いてあります。こういうカメラ、これね、完全にまあ、言うたら、初心者用のカメラになるんですけども、このカメラで、写真の帳をたくさんおばあちゃんが撮ってま
ます。で、まあ、初心者用カメラではあるんですけど、レンズが非常に優れていまして、素晴らしいレンズがついておりますし、フラッシュもついておりますからね、暗いとこでも撮れるということでね、まあ、フラッシュね、暗いとこで撮るのもあれなんですけど、日中でね、逆光になって顔が潰れるときにね、フラッシュを焚いて日中シンクロとかで使うのもいいかもしれません。このカメラね、非常にお買い得でして、まあ、安いですし、そんで結構写りがいいですし、使い方が簡単ということでね、これ蓋を開けて、ここにねウィルムを差し込んで、で蓋を閉めて巻いて、カウンターがねゼロになったら、写真撮影開始と。まあその辺もね、カメラの使い方の動画を検索してもらって見ていただければと思いますけど、でピント合わせはその明るい時、横にねその F 値が出ます。針が上がっていきますんでね、F 値が 5.6 以上になるような状況では 3.3 メートル以上はファンフォーカスになりますので、それを利用してねいい写真を撮っていただければと思います。はい、今日のねカメラ紹介はねこんな感じなんですけども、ほんで、いつものね、視聴者様の写真の紹介なんですけども、今回ね、12人エントリーしていただいておりますが、カメラプレゼントが始まってちょっと DM が混乱するんで、しばらく DM をカメラプレゼントに譲り渡して写真の投稿をできなくしますので、写真投稿できなくするというかしないでくださいね。ちょっと本当に混乱するんで一人でやってるんでね。で今回はね6人の方、の写真を、紹介してまいります。最初がねサファイアさんの写真、を紹介します。それではスタート。はい、今回のねサファイアさんの写真なんですけども、iPhone X で撮られておるようです。ちょうどねもう願ったり叶ったりのタイミングで iPhone の写真を送っていただきました。今までねスマホの写真投稿してくれた方いなかったんじゃないかなと思うんですけど、前回前々回の動画で、前回のライブと前々回のね動画で、ちょうどねスマホの写真というねテーマでいろいろお話ししましたんですけど、これ iPhone X ということで、まあ11より1個前ですけども、これ非常にいい写りしてますね。今ちょっと、写真出してますけど、で今回のね作例から縦構図をもう縦にすることにしました。もうちょっとややこしいんでね、縦構図はそのまま縦で表示することにしましたので、足からずご了承ください。で iPhone の写真なんですけど、これねちょっと調べると、ちょっと前の、内容ですけど、iPhone6 の時だったかな。で、他のスマホがね、2000万画素ぐらいに行ってる時に、Apple はあえて800万画素のね、センサーを使ったらしいです。その理由はね、もうね、写真のこと詳しい人だったらわかると思うんですけど、まず1に、800万画素で十分なんです。実はね、デジタルカメラ800万画素で、その、なんていうんですか、エントリーユーザーとか普通の人が使う分だったらもう十分800万画素でいきます。なぜならね、四つ切りぐらいまで伸ばしても800万画素でね、ドットが出たりしたら十分綺麗なんですよ。四つ切りってこんな大きいですよ。で、それ以上を使う人、まあ、プロとして、それ以下の人は、アマチュアとして、アマチュアレベルではね800万画素で十分なんです。で、800万画素で十分じゃなくて、それ以下になってくるとね画素数が多いと弊害が出てきます。まずねデータが重い、次に、階調がね来る、階調がね貧弱になるんですね、色の調子がね。でセンサーが小さいのに、携帯のセンサーは小さいですから、で画素数をどんどん上げていってる他のメーカーはねちょっと愚かという、ことになってくるんですね。で現在のね iPhone が何万画素か知らないんですけど、今もその現状維持してるのか、詳しくは分からないんですけどね、その当時のねそのアップルの考え方は非常に正しいと思います。僕もねエントリーユーザーの人のその
一眼も含む、デジタルカメラ800万画素で十分と思いますよ。まあ、トリミングを頻繁に使う人でも1500万画素ぐらいあればいいんじゃないですかね。だって大伸ばししないですからね。エントリーユーザー、まあ、一般のユーザーで全身に伸ばしたりしないでしょ。もうそのね、この間のコメントで 4K テレビで見るとかなんとか、そのうち 4K テレビないですしね、その 4K テレビでね写真を鑑賞してる人どのぐらいいます？まあ、コメントいただけたらと思います。で、ちょっと話がだいぶそれましたけど次いきますね。次はね、一都市九さんの写真を紹介してまいります。はい、一都市九さんのね写真をね紹介してまいりました。ソニーね、ソニー α6000、レンズがねビオゴン 2.F2.8 28mm の F2.8 か、で UK はね2枚撮られておりますし、ちょっと1枚の方紹介しますけどね、α6000 って確か APS-C サイズのセンサーを搭載してるんですけども、綺麗ですねこれね、非常に綺麗に快調も出ております。で、露出もね、これソニーのねそのカメラっていうのは露出ちょっと弱いと僕は的には見てるんですけども、露出もねいい感じで合ってますね、これどちらも。ほんでまあさすがねビオゴンですね、そのハイライトとシャドウのね境界線のねそのなんていうんですか、コントラストがはっきり出ておりますね、いいレンズだと思います。いいレンズをお持ちで羨ましい限りです。はい、一都市九さんの写真を紹介してまいりました。次がね、スキャンスタジオ F11 さんの写真を紹介してまいります。はい、スキャンスタジオ F11 さんの写真を2枚。これちょっと、建物の写真の方行きますけども、これシャープですね。ライカ M3 ズマロン、3.5cm、35mm ですね。F3.5。カメラもレンズも素晴らしいですし、コダックのね、プロイメージ100を使われていくと、フィルムもいいフィルム使っておられますね。で、いつもご紹介しておりますけどもね、これおそらくやっぱ、今回書いてないんですけども、ハッセルブラッドの、ね、フレックサイト、で、スキャンしておるものと思われまして、非常にシャープに写っておりますね。でレンズもねもうさすがの写り、スキャナーもいいということでね、素晴らしい写りになっています。いつも言ってますけども、東京のね、葛飾区、お住まいの方、近所にお住まいの方はぜひぜひ、スキャンスタジオ F11 さんに足を運んでみたらと思います。写真好きが集まってひょっとしたら、楽しい交流とかもできるかもしれないですし、スキャナーをね1時間3000円、無料体験もあるのかなということで、私のね、動画の、概要に、リンクというか URL 貼ってありますんで、そちらから飛んでいただければね、有益な情報が有益な情報を得られると思いますので、ね、まあ東京近辺のお住まいの方はぜひ、アクセスしてみてください。はい、次が井上ひじりさんの写真を紹介してまいります。はい、井上ひじりさんの写真なんですけども、今回はね、ソニー DSC-RX100 で撮られておりますね。ちょっと高めの、コンデジですかね。てか、かなり高いコンデジか。でね、クリエイティブスタイル、
クリエイティブスタイルか、がビビットで撮られているということで、ビビットで撮ったことによる抵抗があるということですけど、全然いいと思います。僕もね、ソニーで撮るときはビビットで撮ってます。これね、いろんな意見あると思うんですけども、やっぱソニーの、ね、カメラの写真ということで、鮮やかに撮るっていう意味ではね、全然ありだと思いますし、加工写真つっても、昔もね、プロビアとかアスティアとか、ベルビアとかいろいろなフィルムがあったわけで、まあクリエイティブスタイル、ピクチャースタイルですね、を選ぶっていうのは全然いいと僕は思いますね。で、表示してる写真なんですけども、これ光がね強く当たって芝とね色づいた、木々のねコントラストがね非常に綺麗な、写真になってると思います。で、解像度も素晴らしいですね。これこのレンズちょっとアレクサくてどんなカメラなのかはっきり調べてない。もうとにかく時間がないんで、もうこの最近ちょっと手抜きの動画に見えますけどね、本当に時間がないです。今日もちょっとだいぶ押してるんですけど、すみません、もう素晴らしい写真になってます。解像感高いですね。これソフトウェアで解像感上げてるのかレンズがいいのかちょっとはっきりは分かんないですけど、素晴らしい写真になってると思います。はい、井上ひじいさんの写真紹介しました。次はくにさんの写真を紹介してまいります。はい、くにさんの写真見ていただきました。どちらもね素晴らしい写り、ニコンの F5 とシグマアート 35mmF1.4 っていう組み合わせで撮っておられまして、この水路の写真なんですけども、まあこれ難しいね状況で撮っておられるんですけどね、一部強い光が入って、ほぼシャドウなんですけど、日陰なんですけど、この状況でね綺麗な露出で撮っておりますね。でニコン F5 ですからね、多分自動露出で撮ってもこのぐらい撮れるのかな、マニュアルで撮ったのかな、ちょっとそこは定かではないんですけども、フィルムはねフジカラーのね、C200 で撮っておられます。非常にねいい写り、中国の上海ということでね、他にもねいろんな方が海外から写真を送ってきておられますが、素晴らしく国際的になってまいりました、私の、動画も、で、皆さんね写真投稿ありがとうございます。もう一人紹介するんだ。もう一人誰だ、池さんだ。ちょっとね池さんの写真ね、本当は順番後なんですけども、ちょっと、カメラにトラブルが出てるっていうことで、助言をいただきたいっていう、もう内容も入ってまいりましたので、ちょっと今回急遽紹介いたします。池さんの写真です。2枚、見ていただいたんですけども、右上の方にね、ちょっと光沢みたいな感じのね、のが入っているのが分かりましたかね。ちょっと今、もみじの方の写真が分かりやすいんで、右上の方にね、なんか光がパッパッパッと、で、これね、逆光で撮った写真のとかが、の時が出やすいのではないかということなんですけども、これなんでしょうね、内面反射、逆光でねそのおかしな状況がになるというのは内面反射のことが結構あるんですけども、ちょっと内面反射がどんな感じに映るのかっていうのをちょっと私知らないんですね。でもしかしたらそのミラーのモルトの劣化でそのファインダー側の光がミラーがねモルトが ないとか、劣化してるとかで光が漏れてそれが映り込んだのか、まあいろいろ考えては見てるんですけど、ちょっとカメラ現物がないんでねはっきり分かんないんですけどね、こういう映り込みねしたという視聴者の方もしいらっしゃいましたら、コメント
メント、ないし何々か、連絡できていただけたらと思います。カメラオリンパスの OM20、G 図以降、モミジのがね、G 図以降 50mmF1.4 で、これなんだ、これ何ですかね、見たらいか。これ多分見たらいだな。の方が、S 随行3570の F4。これ、まあ、トラブルはともかくね、色が素晴らしい色になっておりますね。で、確か、OM20 って言ったら、これ AE カメラになるんで、これ AE で撮られてるかな、まあ、よくわかんないですけど、これ3570で撮って、まあ3570この間僕も使いましたけど、シャープネスはそれほどでもないんですけど、その背景のボケ味、色も素晴らしいですね。僕カラーで撮ったことはないんですけど、色も素晴らしい色が出ております。はい、今日の写真の紹介、作品紹介はこれまでになります。作品投稿していただいた皆さんありがとうございました。現在投稿していただいて、まだ紹介されてない方はね、次の動画あたりで紹介いたしますので、ちょっとお待ちください。申し訳ないです。それで、いよいよお待ちかねの、カメラプレゼント、に行きます。で、カメラプレゼントで応募要項ね、しっかり応募要項を守ってください。ちょっとね、年末の繁忙期で、これが聞けてない、あれが聞けてないっていうのはちょっと、時間がなくてね、本当にね、今日も、だいぶ、もう1時間以上遅れてるんですけど、まあ1時間以上遅ればね、睡眠時間を削ればなんとかなるんですけどね。で、応募要項を説明します。まずね、私の YouTube の動画を、チャンネル登録されてない方は、チャンネル登録をまずチャンネルお願いします。チャンネル登録がなければ、応募資格はございません。で、チャンネル登録していただいて、で、次に私の Twitter をフォローしていただきます。まだフォローしてない人は Twitter のフォローお願いします。Twitter はね、Twitter の検索で中年オタッキーで検索したら一発で出てくると思いますんで、で、フォローしていただいたら、もしくはフォロー済みの方は、DM にて、応募していただくんですけども、その DM の内容が、まず、カメラプレゼント希望、で、YouTube のアカウント名。で、まあ、Twitter のアカウント名はいいです。Twitter のアカウント名出てますんで、YouTube のアカウント名と、あとなんだっけ、あ、それだけでいいんか。YouTube アカウント名と、匿名か、その、当選した時ね、匿名か、ハンドルネーム使用 OK か、ということだけ、書きまして、で、応募していただくということになります。で、応募しましたら、ちょっと今忙しいんで、48時間じゃ無理かもしれないんですけども、こちらからね、なんだっけ、エントリーナンバーを送ります。で、エントリーナンバーがね、3日経っても来なかった場合は、エントリーナンバーが来てないんですけど、応募受理されてますかということで、まあ、もう一遍 DM を送ってください。これね、アンサーバックということでね。で、この、ね、エントリーナンバーを私が送ってないっていうことは見落としてる可能性が非常に高くなります。で、エントリーナンバー来てませんけどっていう質問をしなかった場合は、エントリーが受理されないままね、プレゼント企画が終わってしまいますので、もう自動的に外れになりますんで、必ずそこの確認をお願いします。で、さっきもね、申し上げた通り、このキャノネット初代、ミノルタエール、をプレゼントいたします。どちらも一応感動品だと思います。見落としがなければちゃんと写真も撮れていますし、動画にもしてます。で、そのカメラだけじゃなくて、そのカメラにこのフィルム、コダックゴールド200か、コダックゴールドの200を1本付けまして、36枚撮りね、送りますんで、撮れと。
フィルムで撮れというね、ことでね、町のね、ラボ、町ラボさんか、まあ、北村さんでも何でもいいんですけど、元気にしようみたいな、企画になっておりますので、ぜひね、届きましたら、このフィルムを詰めて、写真を撮っていただくということになります。で、どちらがいいっていう選択はできません。もう、事務手、手続き上、もうとにかく、手間がね、ない、一人でやってるんでね、どちらか一個当たります。が良ければどちらか1個当たりますんで、でね、応募期間なんですけども、12月18日まで、12月18日の深夜0時まで、応募受付いたします。12月18日はこれ水曜日ですね。水曜日の23時59分。0時になったらダメです。23時59分までに、ご応募ください。で、結果はね、次の週の頭の動画ぐらいかな。もしかしたら週末の動画になるかな。で、18日に締め切って、19日までにエントリーナンバーが来なかった場合、19日のね、0時、12時、夜12時までにエントリーナンバーの通知が来なかった場合は、エントリーナンバー来てないよっていうのはね、送ってください。多分ね、そのぐらいの時はもう漏れないと思うんですけどね。とにかくね、エントリーナンバーの、来てないよっていう申告が、12月19日23時59分59秒までといたしますので、エントリーナンバーが来てないっていう人はね、ぜひ応募したのにね、受理されないのではもったいないんで、というわけで、これちょっとね、一人でやってるんでね、どうしても、ミスが発生しそうな状況になりますんで、ご了解いただけたらと思います。で、多分20日に動画作れるかな。ちょっと一番忙しい時期なんでね、できればね、クリスマスプレゼントっていうことでね、24日までにね、届くように、頑張りたいとこですけども、チャンネル登録者1500人記念ということで、動画100本記念ってことなんですけど、まあ以前の動画から言ってますように、大災害が起きましたんで、ちょっと順延してたんですね、このプレゼント企画。で、今回、2台同時に、クリスマスプレゼントも兼ねていいかなと思って、この企画にしました。どしどしご応募ください。特に、まだフィルムカメラを持ってないとか、フィルムで撮ったことないっていう人、ね、現在フィルムカメラを持ってない、昔フィルムを使ってたけど現在は持ってない、そういうね、フィルムに戻りたい人っていうのね、ぜひぜひご応募ください。フィルムで撮ったら楽しいですよ。まあ、そんな感じでね、電話がかかってきたよ。動画作ってんのに。まあそんな感じで今日の動画はおしまいになります。まだチャンネル登録されてない方はチャンネル登録、していただければと思います。ここにね、チャンネル登録というボタン出てきますんで、ね、で、他の動画もね、お暇ならお付き合いください。リンクが出てきますので、おすすめ動画リンク出てきます。はい、今日の動画はここまで。次の動画はね、こいつの紹介になっていくと思います。これレンズがね、これミッシェルさんからいただいたね、XR リケの F2、50mmF2、がついておりますね。素晴らしい写真が撮れました。ミッシェルさんありがとうございます。というわけで、次の動画でまたしばらくお待ちください。カメラプレゼントの応募どんどんよろしくお願いします。それではまた最後まで見ていただきありがとうございました。また来週。